ててててててるって堪能していかないとな。てるんててんてん。怖すぎるな。ここでいいの？一瞬ポーラーと思ったな。てててて。あ、そうだよ。あ、この首都でいいのか。お客様にちょうど、なんて親切な人。あとごちそうするわね。48階よ。来てきてね。わかった。48階な。48階か。そこに行けばいいのか。なんか、罠じゃねえか。ちょっと大丈夫かな、これ。不安でしょうがねえ。やられるかもしれないぞ。準備はしていかないとな。まあ、だからそのためにこちらにはもうこの恐ろしいペンシルロケットという物体があるからな。てるてるてるてて。48階ね。ポーキー様専用で47階まで。どうやって行くんだ？あいつまだいいのかな？ 47 階ってやばいよな。47階だぞ。そのとこ住めねえよな、もう怖すぎて。お、またいいんじゃねえか。怪しいやつと間違ってマシンガンで撃ち殺されてしまったのは、さらになんかほんと恐ろしいこと言うな。てんてんてん。まだいんのかな？あ、またいるじゃん。もういいだろ、こいつは。なんなんだ、あいつは。てぃ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 。てぃてぃてぃ。あ、いけるの？あ、いけた。寝てたんでしょ。メイドのエツコさんから聞いてる。おお。48階までエレベーター動かすわ。思いっきり今部屋に入っちゃったけどね、今。思いっきり見られたぞ、俺の動向を。やっちまったんじゃねえか、これ。用心棒ロボットがうろ、用心棒うろ、え？戦闘？怖い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 。なんでこれ怖いの、ここなんか。雰囲気はもう基本的に、あ、もう普通にいるじゃん。あなたのコードナンバー言ってください。十分に何言って、もう逃げよう。これを、これ言ってる間に取ったらもう逃げられるじゃないか。ふっ。てっ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 て。殴り出ろ。ペンシルロケ、うぅ、危ねえ。ペンシルロケと思ってるの、こいつ。でも効果なかったっつったよね。効果、何？そういう敵もいるのかな？その可能性はある。デルデルデンデン、2517の経験値がすげえな。もう終盤じゃん、もう。この数字が。どこ？ここ？ん？ここから来たのか？繋がってるっぽいね。繋がってると考えれば、じゃあここか？デルデン。どうした？大丈夫か？やめてくれー。めちゃくちゃいるじゃねえかな、恐ろしい。恐ろしい山んば集団が頼りんじゃねえか。この野郎。てってって。この部屋のどっちかにあるか。恐ろしいな。いや、でもこういうなんかホラー的な、たまんねえよな。なんかホラーでもねえけどさ。いるの、普通に。いけねえ。なんでこった。いや、気になるな。ちょっと行くしかねえから、行こう。しょうがねえな。あ、下からも行けんじゃん。あ、これが隣の部屋に通じてて。ちょっと待って、こっちは。そういうことか。上に行くしかねえってことだな。来いや。バカめ。バカめ。所詮はロボット。所詮は機械だ。てってって。完全ダンジョンじゃん。完全なるダンジョンじゃねえか、ここ。うわぁ！と言ってもなんかあるぞ。チェック！インスタントガッツ。インスタントガッツを手に入れた。チュンチュンチュン。ドラゴンパウダーも使ってみようかな。もったいないのかな？もったいないのかもしんない。よくわからんけど。うん！おぉ、来てしまった。まあ、いっか。話しかけるか。多分あれ、またあれだろ、なんか向こうのところに繋がってんだろ。ポーキー様って素敵。お目をくださってメイドの土産だよって、メイドの土産？日本のことわざと英語をミックしたジョークでしょ。いや、それやばいんじゃねえか、それ。もうそれなんか、多分、殺されるぞ。あれ、こいつじゃないの？どこにいけばいいんだ？ん？おー、お前誰だ？ポロポロズルズル。どこからかっちゃん、ポピー。え？ボス？ユダノーブ、ボスか、こいつ。
やばそうだな。まあ、ちょっと使ってくか、じゃあ。使おう。パソコン入りました。避けた。いけ！変身ロケット効果なかった。やばい、ドラゴンパウダー。行くぞ。火薬だけです。うわあ！やるしかねえ。なんだこれは。効かない奴もいるのか。ついに出てき、ついに出てきやがったな。おやつが発動。おぉ、強えな。うらぁ、いけぇ！キュラドラゴンに変身して炎を吐き出した。どうしよう。強え。これ、毎ターンこれなのか。またなら急げんじゃねえ。これはちょっと厄介なやつが来やがったな。せっかくやったのに、なんでそれ。殴るしかねえか。よろよろしてる。まあ、そんなあれだな、積極的に。で、ちょ、買いに行こうとした。なんだこいつ。別にあれ使う必要なかったんじゃねえかも。油断ロボ、油断しまくってんだ。じゃあ、このまま行こう。俺、そうよ、相当俺はもったいないことしてしまった。してしまったな。結構よけるね。てんててててて。まあ、このままいけばいけんだろ。てか、なんだかんだあれだな。男たち、へえ、なだれ込んできた。なんだ、そんなブラザーズだった。おう。なんか油断ロボの後ろに素早く回り込んだ。社長来たら止まったぜ。分かりやすいやつだ。お前頭いいな。油断ロボ動かなかった。何だったんだろう。もったいねえ。ドラゴンパウダーマジもったいねえ。あれ相当強かったぞ。なんでここにいんの。お前のお礼がしたいんだ。いくらでも力になるぞ。あれ、まあそれはねたいな。金はなくても力はある。とね、埋め込もうぜ。怖えな、どうな、なんでこんな奴がいんの。女の子の声がしたんだけど、ポーラが。怪しいんじゃ。怪しいぞ。さあ、ああ、いっぱいいる、いっぱいいる、なんか変な奴がいっぱいいる。もうやめてくれ。戦いなんかしない。本当だ。なんだ、回復してくれたのか。何やってんの、これ何これ。え？は？襲いかからない。剥製だからだ、そういうことか。問題なし。おい、ネス、来てくれたのね。来たぞ。私は大丈夫よ。あなたが来てくれると思っていた。あ、こいつが物取りか。本当は悪い人じゃないわ。話を聞いてあげて。そうか。話を聞けばいいんだな。おい。なんか左側なんか怪しいな。変な壁みたいなのがあるぞ、なんか。細いでよく見てくれ。薄い胸、頭白がりと真っ白だ。マニマリの悪魔がなくなってしまった今で私何のパワーもね。あれか、あれぶっ壊したからか。ポーラスだったら悪かった。何の危害も加えてないし、本当に優しい子だった。ネスコのところのお戻り。いろいろ心配かけて本当に申し訳なかったね。戻したか。おお。やっと揃ったな。仲間になった。これからどうすんの。知ってることすべて話そう。おう。マニマリの悪魔は人に幻を見せる。邪悪な心を増し悪魔のパワーをもたらすのだ。その力が怖くて、ボルヘスの酒場の倉庫にあれを隠して、時々拝みに行っていた。ああ。幻の中には謎のような言葉が含まれていて。ネス君、君たちの名前もあった。ネスをお前の手で食い止めるとか。サマーズへ行かせるな。ピラミッドを見せるな。よくわからんが、君たちサマーズに行かせるようにしたらいいらしい。サマーズ。悪魔のギーグとかも聞こえたか。悪魔の方は君たちがサマーズに行くと困るらしい。とすれば逆に、何としてもサマーズに向かうべきなんだろう。まあ、とりあえずそこに行けないんだろ。海の向こう。ヘリコプター使ってくる。おう、ヘリポートあげよう。マジで？そっち？あ、そ、ん？ん？ああ、やっぱそこか、そこか。隠し扉的な。なんだこれ。もう疲れた。君たち自身の力できっと何とかできると。そんな運命をネス君、君は持っているらしい。じゃあポーラさよなら、気をつけていくんだよ。いいのか、行ってくれ、行くぞ。じゃあなんかやばそうだな。さらに続いてるな。いや、なんか不穏な空気がまだ漂ってるけど。おお、ヘリ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 。え、なんか勝手に動いてるなんか。うーん、ちょっと待って、持ってかれたぞ。なんか誰か乗ってんの。運転して、いや、この曲はなんかあれだ。おお、おめえかよ。
トンメロンネス、ジタバラしてますおいで、バイバイ。お年で戻っちまった。モートレジンさんにもう用はないね。ヘリコプターに乗れて嬉しいぜ。カンペルペル。なんだあいつ。持ってきようかったじゃん。何あれ、ポーキーなんかあれだな。どんどんクソ野郎になってきてるぞ。なんだあいつ。おい、ヘリコプターは大丈夫だろうか。大丈夫じゃねえよ。もうどうすんの。何あいつ、なんか悪の手先っつかなんかそういう感じになってんじゃん。どうした、ポーラ。お、ついにあれか、4人目か。ん、大丈夫、めまいがしたけど大丈夫。サマーズに行くためにはスリークに戻る必要がある。なるほど。今からスリーに来ても、あ、連れてくれんの。トラベリングバスでスリークも送る。おお、車を回しとく。ビルの外で待ってるぜ。ありがとうよ。なんだかんだあれだな、俺たちも旅に付き合ってくれてんな。てお前もこれ持ってんのか。じゃあ渡しておこう。てるてるてて、炎のペンダントいる。じゃあこれあげよう。情熱な君がこれを装備してくれ。ありがとう。よくわかんない声聞こえるわ。てていいんじゃねえのか。これでじゃあスリークに行くのか。俺は電話が来た急に。何、アップルキッドです。やっぱり僕は天才です。天才だってことははっきりしましたよ。すべての人類の敵は何だろうか分かりました。すべての人類の敵、なんとかこの敵との戦いに勝たなきゃいけないわけで、スペーストンネルというものを作る必要があるんです。スペーストンネル、僕はこれからささらいの科学者アンドナツ博士を探して一緒に、あーでもなんか作るって言ったよな、そんな感じの空間をつなげるみたいな。しばらく留守にするんでよろしく。わかった。アップルキットがずいぶんあれだな。てれてて、そうでもない。ははは。あなたたちのサインが欲しいわけじゃないな。そりゃそうだな。そりゃそうだわ。てて。さあ。おい、用事前とか力が余っちゃってさ。はあ、バカの俺だがいろいろ考えさせられてな。何急になんか、何改心したの。もういなくなってんだろ、ここ。てなんだこの金ピカの。逆に落ち着かねえよなこれ。落ち着くのがこんな環境で。いや、ここのもうビルもすげえ暗くてなんかあれだけど、あ、いなくなってる。なんだポーキー、なんかあそこまであれだな、なんかもう悪いやつっつうのが、なんか相当なんかもう、いや、あいつはもう最後の方までなんかなんつういろいろなんかやってきそうだな、あいつは。てれてれてん。ポーキーなんで仲間になると思ったのに。仲間になると思ったらまさかのあれだよな。あそこまでやるとはな。なんであそこまでやるんだ、あいつは一体。エリートとしての悩み。おお。このオレンジキットか。ゆで卵を生卵に戻す研究をしてまして。へえ。時間かかりそうなんです。頑張りますので、どうか一つお願いしますね。なかなか激しいな。てるてるてて。おお、あるね。行くよ、じゃあ。乗りでバスに乗れ。乗るか、じゃあ。行こうぜ。スリーク目指して出発だ。て。行くとするか。まさかこいつらもこんなに関わってくると思わなかったな、この。いろんなやつが関わってくるな。それはなんか面白いな。なんか冒険してるって感じがするんだ、なんか。冒険つか旅つうかも。一緒か。で、スリーク行って、サマーズに行くって。どうやって行くんだ、一体。懐かしいな、砂漠も。砂漠にも来ることはないのか、俺は。
あれ、スリークってあれじゃない、お化けの街だよな。てってってるで。こいつらも随分親切だな。まあ俺たちの助けだってもあるけど。おお、来た来た来た。スリーク。噂の。こんな色だったっけ？こんないい感じの長さ。で、これで？大したことはできなかったけど、お前たちの味方さ、苦しい時は俺たちの歌を思い出してくれよ。遠い空の下でトンズラブラザーズがコーラスをつけてると思って。何？もうこれは永遠の別れなの、これは。この街のどっかに大事なものを置き忘れてきた。どうだ？俺のせいで当たってるだろ。大事なものを置き忘れてきた。あ、行っちゃうのか？あばよ、トンズラ。トンズラじゃねえや。トンズラ。トンズラブラザーズ。なんだこいつ。あー、話しかけてねえのに、もう全く。ピッ。どうするんだ、この後。